2000年のオートトレーダーラック、イギリスツーリングカー選手権は、イギリスツーリングカー選手権の43年目のシーズン。4月9日のブランズハッチで開幕し、9月16日の最終戦シルバーストンまで1 2戦2 4ラウンドでタイトルが争われた。2000年はスーパーツーリング使用者での選手権の最終年であった。 フォードモンデをドライブするアラン・メニューがタイトルを獲得し、チームメイトのアンソニー・レイドが2位、リカルド・リデルが3位となった。ミシュラン・カップは、日産、プリメーラをドライブするマット・ニールが獲得した。新しく導入されたクラス B は、スーパープロダクション使用者で争われ、プジョー 306GT をドライブするアラン・モリソンがタイトルを獲得した。 ホードモンデをドライブするアラン・メニューがタイトルを獲得した。アンソニー・レードがランキング2位となった。日産、プリメーラをドライブするマット・ニールがインディペンデント・カップを獲得した。ガブリエル・タルキーにはホンダ・アコードをドライブして総合6位となった。アラン・モリソンがプジョー306をドライブしクラス B のタイトルを獲得した。ジェームズ・ケイはホンダ・アコードをドライブして クラス B の2位を獲得。2000年シーズンは何名かのドライバーの交代があった。日産、ルノー、ボルボは BTCC での競争力を維持するためのコストが上昇したためワークスチームを撤退させた。そのためワークスサポートチームをエントリーさせたマニファクチャラーはフォード、ホンダ、ボックスホールの3社のみであった。1999年のドライバーズチャンピオンの ローレン・アイエロはシリーズから撤退した。アイエロは、ホンダのマシンをテストしたが、結局アウディに加入し、ルマン24時間と、ドイツツーリングカー選手権に転向した。彼に代わってホンダには1997年のルマン24時間レースの勝者であり、元スーパーツーリングカーカップのドライバーである、トム・クリステンセンが加入した。その間に、ピーター・コックスは、 ヨーロッパツーリングカー選手権に参戦することに切り替えた。ホンダは当初2台の車を走らせることを計画していたが、フォードとボックスホールに対抗するために、1994年チャンピオンのガブリエル・タルキーニに3代目をドライブさせることにした。この車はもともとヨーロッパ選手権でコックスと共に使用されるものであった。1998年のシリーズチャンピオンである。 リカルドリデルはボルボが撤退した後、1998年のランキング2位のアンソニー・レードと1997年のシリーズチャンピオンであるアラン・メニューと共にプロドライブフォードチームに加入した。ボックスホールにはイバン・ミュラーが残留し、ルノーからジェイソン・プラとボルボからビンセント・ラダーメッカが加入した。 二度のタイトル獲得経験者であるジョン・クレランドは1999年シーズンを失意で終えたが BTCC からの引退を発表した。1999年に日産プリメイラをドライブしてインディペンデントタイトルを獲得したマット・ニールは今シーズンもチームダイナミクスでプリメイラをドライブする。チームダイナミクスは日産からセミワークスのサポートを受けボディワークを更新して シリーズに挑む。もう一つの日産チームはプロモータースポーツであり、新人のコリン・ブレアを起用する。デイビッド・レズリーはシーズン途中でブレアが撤退した後、シーズン後半の選択されたラウンドで参戦した。リーブルックスはエントリーリストに乗ったものの2000年シリーズに出場するという彼の計画は実現しなかった。シーズンはフォードの優位性が発揮されたが、 メインクラスのフルシーズンドライバーの10人中9人が、それぞれ少なくとも1レースで優勝した。ビンセントラダーメッカだけが優勝できなかった。シリーズのコントロールタイヤサプライヤーであるミッシュランは、新しいタイヤコンパウンドを開発したが、インターミディエイトは利用できなくなった。ドライバーにとっての唯一の選択は、スリックドライタイヤ、またはフルウェットコンパウンドであった。これは、 油で滑りやすい路面、または路面状況が変化しやすい状態でのタイヤの選択が以前よりも重要であることを意味した。さらに難しいことに、レース前にタイヤウォーマーを使用できなくなった。その結果、ドライバーはすべてのレースにおいて、スタート時と必須のピットストップ後に状態の悪いコールドタイヤでコースに出なければならなくなった。べてのチームは運用コストを削減するために、 すべてのレースとテストセッションで使用できるドライタイヤは28セットに制限されていたが、ウェットコンパウンドタイヤには制限がなかった。選手権が緊密で競争のあるレースを行うのを助け、特定のチームがシリーズを支配するのを防ぐため、サクセスバラストが2000年シーズンに導入された。スプリント及びフィーチャーレースの上位3名には、次のレースで搭載されるバラストが割り当てられた。 バラストは優勝者に4 0ラム、2位は3 0ラム、3位は2 0ラムで4 0ラムが上限であった。2回目の予選セッションとスプリントレースの間にチームが車のエンジンを変更することは許可されていなかった。変更した場合、ドライバーはグリッドペナルティを受け、グリッドの後ろからスタートすることになる。また、車の交換は不可抗力のために、 チームメイトの車のドライブを許可された場合を除いては禁止された。ドライバーズチャンピオンシップとチームズチャンピオンシップのポイントスコアリングシステムは1999年シーズンから変更されていない。しかし、マニュファクチャラーズチャンピオンシップは各チームが前シーズンの2台から最大3台のポイントを指名することに限定された。 さらに2000年シーズンはドロップポイントスコアシステムが運用された。これはすべてのドライバーが獲得ポイントを集計する前にシーズンのワースト4000のポイントを除外する必要があることを意味した。2000年3月1日からシリーズプロモーターのトカが主催し各レースの週末の前に開催された公式テストセッションを除いて 世界中の認可されたサーキットでのプライベートテストの完全な禁止が施行された。この禁止はすべてのチームの運用コストを大幅に削減し、ドライバーが各コースに車をセットアップするために利用できる時間を制限してパフォーマンスの変動を大きくし、レースの予測を難しくするために制定された。さらにテストカーは前のレースで使用されていない限り、 すべての公式セッションから排除された。2000年シーズンはグリッドへの参加台数を増やすためにクラス B と呼ばれるレギュレーションが導入された。このクラスは FIA スーパープロダクションのレギュレーション及びナショナルサルーン選手権に準拠したすべての車両を対象とした。グリッド規模を適切にするためにクラス B のエントリーは BTCC にフルタイムで参加することを約束できる。 チームから先着順で受け入れられた。クラス B は1999年12月にナショナルサルーン選手権の有力エントラントからシリーズプロモーター都会への要請の結果としてナショナルモーターレーシングシリーズをより目に見える形で宣伝する手段として作成された。その後、都会は2000年1月にブリティッシュレーシングドライバーズ。 クラブが主催するパワートゥーアシリーズとパートナーシップを結び、2つのチャンピオンシップがレースの日程、レギュレーション、マーケティング、クラス B の宣伝と緊密に連携できるようにした。インディペンデントチャンピオンシップの参加費は廃止された。チームは参加したレースごとに5000ポンドの開始金を受け取り、タイヤは追加費用なしでチームに与えられ。 カテゴリーのチャンピオンは1万ポンドの賞金を受け取る。前線がイングランドで開催された。中、太字はポールポジション、車体はそのクラスでのファステストラップは、フィーチャーレースでのラップリードレース再開前にリタイアした。レース再開前にリタイアした。オーガナイセスリバイズ2000カレンダー BTCC オートスポート AUTOSPORT.com https www.autosport.com btcc ニュース7904オーガ is ナイセスリバイズ -2000 カレンダー2017年12月8日閲覧ニコルズピートセンターステージスリーチームズオンツアージャストダズンとアドアップイーブンウィズザトラクターズザガーディアン p6http://link.galegroup.com スラッシュワップスラッシュドックスラッシュ a757779343 スラッシュ GPSU イコールウィキペディア&、シドイコール GPS&、ジドイコール6798万91692019年2月28日、閲覧。ベックバッジ。 マーチン・ウォルトン、ジェレミー・ブリテン、エスウィニング・フォーミュラ、アチービング・ワールド・リーダーシップ・イン・モーターズ・ボルツ、ニューヨーク・シティ、ユナイテッド・ステイツ、スプリングアパブリッシング、ピアニッシモ 80, 80、八十、ISBN 七八ゼロ二三ゼロ二八五九三四、https://books.google.com/books コロンススララッッシシュ、com books. id=" オベリ八、w p r d x s c Q イコールフォードホンダボグゾールニ産サンルノーバルボプラス 2000BTCC& ピコグラムイコール PA802019 年3月1日閲覧 AB クリステンセンショー2000年ためホンダ BTCC 車体差を緑オートオンライン2019年2月28日閲覧 BTCCILO2 リタイアットエンドオブシーズンモータースポーツドットコム 2019年2月28日閲覧。トンプソン2ミスドニントン。オートスポート。2019年2月28日閲覧。ファイブスウェルツーリングタイトルランクス。ザ・バーミンガムポスト。 p27http コロンスラッシュスラッシュリンクドットゲールエグロウプドットコムスラッシュアップススラッシュドックスラッシュ a60502537 スラッシュ gpsu イコールウ i キペディアアンドシドイコール gps アンドジドイコール ac9150562019 年3月1日閲覧クレランドディスイズ s 2コールイット エーデイヤズレスリーナローズチャンピオンシップギャップ。ザ・ヘラルド、http コロンスラッシュスラッシュ w w w h e r a l d s c o t l a n d c o m スラッシュニューススラッシュ12276932ドットディスプレスラッシュ2017年12月8日閲覧。日産プリメーラスーパーツーリングレジスター2017年12月8日閲覧。 アルサープ、デリック、ツーリングカーズ、ブレイブニューワールド、ザインディペンデント、https、www、インディペンデント、CO、UK、スポーツ、モーター、レーシング、ツーリングカーズ、ブレイブニューワールド -28499、-28 html2019 年3月1日、閲覧、日産プリメーラ、 スーパーツーリングレジスター2017年12月8日閲覧 BTCC ニュースバンパーラインアップ 42000BTCC オートスポート2017年12月8日閲覧 AB2000 シーズンプレビューオートスポート2019年3月1日閲覧 ABCD とかアンベイルズスポーティングレギュレーションズ42000 ブリティッシュツーリングカーチャンピオンシップ2019年3月1日閲覧 BTCC プレビューラウンド12シルバーストーンクラッシュ2019年3月1日閲覧ガードナージョン BTCC トカーズクラス B スピードビジアン2019年2月28日閲覧 ABBTCC シリーズ2インクルードニュークラス オートスポート2019年2月28日閲覧とかホームズリレーションシップウィーズ BRDC42000BTCC クラス V ブリティッシュツーリングカーチャンピオンシップ2019年3月1日閲覧エムベインズスティーブン BTCC エンドトゥリーズスタートマネーモータースポーツ .com2019 年3月1日閲覧ありがとうございます